はい、皆さんこんにちは、こんばんは、清水マシュです。今回は結構面白い問題ですね。なぜかというと、普通のパターンの問題は、まあ、105-n2乗っていうような問題が多いんですが、真逆になってます。なのでちょっと難易度が高くなっているような問題です。今回はこれが整数な時の最大整数 n を求めなさいという形です。それではやってみましょうか。はじめですけど、まあ、例えばこの n の2乗の時は n になります。で、この時に、まあ、n の2乗を105引いた時に、まあ、なってほしいなというのが1個減った数のこの数になってほしいなという形になります。そうするとそれを1回イコールして、もしもそれで整数が出たら答えになるという形ですね。なので n の2乗引く105イコール n 引く1の2乗という形になり、これを展開すると n の2乗引く 2n たす 1 n の2乗引く105、消える消えるって形で 2n は、はい、106って形で n が53と出てきたので、今回は53の時に、まあ、この n より1個減るような形の数字って形になります。なので答えは n は53が正解です。予想して、で、こうなったらいいなというのでやってみるのがすごく大事なポイントでした。よかったら皆さんもやってみてください。それではね、バイバイ。